8月11日、現地時間に閉幕したパリ五輪で大活躍をした日本選手団、20個の金メダルは、海外で行われた五輪では過去最多に。そんな金メダリストたちが手にするのは栄誉だけではない、パリ五輪からは世界陸連が陸上の金メダル獲得選手に賞金5万字ドル、約780万円を贈ることを発表。 女子やり投げの金メダリスト北口選手はその賞金に加え、JOC 日本オリンピック委員会から金メダリストに一律で贈られる報奨金500万円が授与されます。また出場競技によって連盟や協会からも報奨金が授与されます。陸上、新競技のブレーキンは金で300万円ですが、柔道や水泳、スケートボードは報奨金が0円。 さらに所属先企業からの臨時ボーナスが出る選手も少なくありませんが、学生ならばこういったボーナスはありません。同じ金メダリストでも報奨金には格差が存在するのです。スポーツ指揮者。金メダリストたちを企業の顔として起用すべく広告業界も熱視線を送っている。五輪期間中から金メダリストたちへの CM オファーをめぐって争奪戦が繰り広げられています。 健康的で爽やかなアスリートの CM 価値は高まる一方ですが、スポンサーや代理店にとっても金の重みはひとしお、金メダリストを CM に起用すれば、自社の商品を一流であるとアピールすることができるのです。と語るのはスポーツ選手のキャスティングに詳しい広告関係者だ、そこで本誌は、報奨金とともに金メダリストたちに宗派を送っている複数の広告代理店関係者への取材をもとに最新ギャラを調べてみた。 北口遥花選手には成果メーカーが食指を広告業界で今最も注目を集めているのが陸上女子やり投げで女王となった北口遥花選手26世界で通用しないと言われた陸上フィールド種目で日本女子初の快挙は他の金メダルとは価値が違いますまた彼女には強さだけでなく華やかさも兼ね備えています 競技の合間にうつ伏せ姿でカステラをもぐもぐ食べていましたが、北口選手は大のスイーツ好き。父親がパティシエということもあり、美味しそうにお菓子を食べる姿を期待する聖果メーカーが食事を動かしてきそう。また英語、チェコ語を流暢に話すことから英会話教室を展開する企業も注目。ギャラは NHK 大河ドラマ「光る君へ」で主演している吉高由里子、36。 クラスの年間5000万円、推定でもおかしくありません広告代理店 A 氏五輪2連覇を成し遂げた柔道の阿部一二三選手27のオファー元には一流企業が名を連ねる笑顔も爽やかなイケメンですでに大手企業の広告塔として活躍していますが2大会連続で勝ち続けた一二三選手を起用することで企業にとっては自社製品の安定感 安心感をアピールすることも。